F.C. リーベルマン、1967F.C. グリゴリエビチ・リーベルマンは、ソ連の経済学者、ロシア帝国のフメルニツキー州生まれ、ウクライナのスラブータ及び、ロシアのモスクワに住み、ハリコフ大学で教鞭を取った。リーベルマンの最も重要な業績は、民主集中性の原則に基づく、国家計画の新手法を提唱したことである。この手法は、 上層部から強制的に与えられる指標の数を減らして企業自体の自主性を高めるというものである。そして大きな利潤を上げた企業や個人に対して高い報奨金を与えることにより労働者の労働意欲を向上させ経済効率の上昇を図ろうとするものである。利潤の追求を重要視したこの考えは1962年9月にプラウダに寄稿された論文 計画、利順、及び報奨金によって、広く知られるようになり、1964年には、当時の最高指導者であるニキータフルシチョフ書記長が、試験的に報奨金制度を取り入れた。リーベルマン理論の実践は、フルシチョフの失脚後も継続され、1962年9月には、フルシチョフの公認となったレオニード・ブレジネフ書記長が、アレクセイ・コスイギン、 ニコライ・ポドゴルヌイラと共に計画、管理面における企業文献化を図る経済改革を推し進めた。ただしこの改革においてのリーベルマン理論は、本来リーベルマンが提唱したものとは異なり、報奨金の対象は企業に限定された。リーベルマン理論が本格的に実施されたのは1966年に入ってからであったが、1968年には、 改革自体が頓挫した。リーベルマンの主な業績に産業企業の均衡の構造、社会主義的企業の収益性向上の手段、資源の使用の解析、ソビエト経済のための計画と、利順、社会主義の計画がある。ありがとうございます。